用心棒近くの三国運動公園の駐車場です。今回の装備、スマホホルダーは Z125 Pro につけていたものです。ウィンドシールドのマウントバーにつけました。アクセル補助をつけました。手のひらでアクセルが回せます。今回の全行程、映像はいきなり道の駅浅井三姉妹の里です。関ヶ原を越えて琵琶湖付近まで来ています。この時点で10時です。約6時間走ったことになります。ここは姉川を越えたところにあります。そしてその先に小谷城があります。歴史ある場所です。行きはほとんど素通りです。左が琵琶湖です。琵琶湖から鶴ヶ江、そして日本海へ。日本海です。若狭湾、左奥にはフェリーが見えていました。先に工事区間がありノロノロですが逆に良かった。ここもツーリングには最高です。気持ちいい。海水浴場かな。ここを左に曲がると海岸線を走れるのですが、燃料が一メモリーになったのでガススタを目指します。今回はリッター 40.4 キロ走りました。越前市、鯖江市、福井市を通って九頭竜川まで来ました。この時点で12時50分。
川沿いを走って最終目的地。東尋坊近くまで来ました。県道7号線ここらで13時30分9時間かかっています。目的地到着です。オートバイはここの駐車場だそうです。まあまあ観光客がいました。結構怖い。消え。ではここらで終わります。ホテル編へ続く。走った工程です。